野さねこうは、千葉県出身のオートバイレーサー。全日本ロードレース選手権、JSB1000 クラスに参戦している。2021年、GRT ヤマハワールドスパックに、所属2006年から2014年まで、安倍のリが立ち上げた、チームノーリックに在籍。2006年当時のチームメイトは、山田受けおのれと、近藤ゆ成であった。 2010年に全日本ロードレース選手権へのフル参戦を開始。翌2011年より JGP2 クラスに参戦。2013年にタイトルを獲得した。この間、2012年及び、翌2013年にはロードレース世界選手権、元2クラスにワイルドカード及び代役として参戦した。2014年にはジル元にから元2クラスへの参戦を発表していたが、 一心上の都合により参戦を取りやめ引退を決意するが、スポンサーや周りからの説得により、日本での参戦を決意することとなり全日本、ロードレース選手権に、NTS チームのリックヤマハより JSB1000 クラスに参戦。チームのリックの安倍光雄監督が急遽立ち上げたチームのため、ほぼノーマル仕様のマシンであった。ランキング8位。2015年、ヤマハが、 新たに立ち上げた、ヤマラブレーシングチーム2席。ランキング7位。2016年、引き続き JSB1000 クラスに参戦。ランキング5位。同時に、フィム世界耐久選手権参戦。ヤートチーム、マービン・フリッツ、ブロック・パークス、コータ・ノザネともに表彰台2位を獲得する。2017年、ヤマハ・ファクトリー・レーシングチーム2席。中須賀克行がチームメイトとなった。 ランキング5位。この年、ジョナス・フォルガーの代役として、モンスター・ヤマハ・テックさんから参戦。点灯リタイヤとなるが、バレンティーノ・ロッシュから高評価を得る。2018年、引き続き JSB1000 クラスに参戦。ランキング4位。2019年、引き続き JSB1000 クラスに参戦。第6戦岡山国際サーキットで、 レインコンディションの中圧倒的な速さで優勝。ランキング3位。2020年開幕戦のスポーツランドスぐでは2連勝を獲得した。第2戦の岡山国際サーキットは台風のため中止。第3戦のオートポリスサーキットではレース1は途中赤旗によりレース成立となり優勝。第4戦のツインリンクモテのレース1は雨の中 終盤まで中須賀と争っていたが、他のライダーの転倒により赤旗、レース成立となり優勝。レース2ではスタートからレースをリードし、圧倒的な速さで優勝した。第5戦の鈴鹿サーキットのレース1では中盤まで、レースをリードするも中須賀にパスされ2位となったが、この段階でタイトルが決定し、年間チャンピオンを獲得。レース2では、レースの大半をリードし、 優勝を果たした、シーズン別レース別、ありがとうございます。